中日の岡林、一郎以来2人目の高卒3年目での最多安打獲得。6年ぶりの最下位に沈んだ中日ドラゴンズに輝く一筋の光が高卒3年目の岡林だ。今季レギュラーをつかみ取ると、走攻守すべてにおいて活躍。最終戦で2安打を放ち、今季161安打でシーズンを終了。シーズン最多安打を争っていた DeNA の佐野も最終戦で1安打を放ち161安打と追いつかれたものの、同率での最多安打となった。高卒3年目の岡林にとって今季は覚醒の1年だ。勝利への貢献度を表した総合評価指標バーでは、野手の中で三冠王の村上に次ぐ2位と凄まじい成績を残している。打っては最多安打、走っては盗塁24、守ってはもともと投手だったこともあり強肩を生かし、数々のタッチアップを阻止。龍の一郎になれるか、来季の活躍も楽しみだ。